中年オタッキーです。今日はねちょっと渋滞がひどくてねもう進めないんで動画でも作ろうかなと思って今作ってますけどまあ渋滞のおかげで動画が1本増えるみたいな。で予告ではねキャノン FP の紹介をするということを言っとったんですけども間違って下ろしちゃったみたいで乗ってないんで FP 違いでねコニカ FP、の紹介の動画を作ってまいります。はい、かなり古いカメラですね。それでは動画スタートしていきます。周りがちょっとすごくうるさいんですけど、もうちょっと音が入ってしまうかもしれませんが、動画作っていこうと思います。今日のね、このコニカ FP なんですけどもね、ちょっと前っていうか半年近く前かな、ヤフーコング、桃色山梨さんからね提供していただいたカメラになります。本当にありがとうございます。もうね4台ほどかな、提供していただいて、まだね1台ねあるんですけどカメラがたくさん、入ってきてるんで一応ねそのバランスよくね、動画を作っていくためにちょっと、遅らしたりしてますけどね。このカメラはね結構ね、実は期待していたカメラなんですよね。コニカのね、ヘキサノン、52mmF1.8 というね、コニシロクコニシロクヘキサノンですね、がついております。ヘキサノンというのはねもう世界的にね映りがいいということで有名なレンズです。でこのカメラなんですけどもね1962年に発売になったようで、健康トキナのサイトに記録が残っていますね。1960年発売の一眼レフカメラコニカ FS、完全ユニット化のメタルポータルプレーンシャッターを装着し軽快なデザインが特徴の性能所限を向上させた一眼レフカメラであったということですね。でねシャッター速度はね最速で1000分の1秒、金属膜のね縦走りフォーカルプレーンでねもうこれね見たらもう一発でわかるんですけどねコパルスクエアの、シャッター膜が入っておりますね。でね X 接点がねなんと125分の1同調です。まあ重さはねボディだけかなこれボディだけで 765g のかなり重たいです。でねもう音もねいかにもメカニカルシャッターって音ですのがね派手な音がします。でね一応ね、こんなとこにもねプレビューボタンがついてたりとなかなかね高級な、感じなんですよね。で、マウントはねコニカ AR マウントになる前の、コニカ F マウントっていうこれバイオネットになりますね。一応ねバイオネットマウントになりまして一応自動絞りっていうのはね絞りを例えば8とか11とかに設定していてもシャッターを切る瞬間だけ絞りが絞られるっていうね、自動絞りがついております。でこの当時の、コニカのね最上級機種っていうのが、コニカ F っていうカメラになるんですね。まあ存じ上げてる方も多いと思うんですけど、ニコン F よりもねさらに高級モデルだったみたいでニコン F はね、横走りのね、チタン膜フォーカルプレーンで最大の最高速が、シャッターの最高速が1000分の1秒なんですけど、コニカ F はね、2000分の1まで切れたみたいです。あと、フォトビックファインダーがまだ出る前、ニコン F のフォトビックファインダーがまだ出る前にコニカ F 出てるんですけども、コニカ F はね、ちゃんと、ファインダーも取り外し式で、内蔵露出系でシャッター速度とね絞りの方どっちもね反応する内蔵露出系だったみたいで、僕も使ったことないからよくわかんないんですけどもねかなりハイスペックなカメラで高額だったもんで、ね、日本国内ではあんまり売れてないみたいですね。まあそのね廉価版ということになるんでしょうね。まあFP、まあ、キャノンも FP、P っていうのは多分ね、キャノンと同じポピュレールとかポピュレードっていう意味があるのかもしれませんね。でね、まあ、このカメラ、1000分の1まで、シャッター速度が切れるということで、まあ、1960年代のカメラは、
シャッター速度ね、一眼レフでも500分の1っていうのはたまにあるんですけど、このカメラはね、そのメタルフォーカルプレーンで縦走りということを実現したっていうのもあってね、X 接点が125分の1、この時代で X 接点125分の1のフォーカルプレーンシャッターって結構な高性能機だと思いますね。でね、作例を撮ってきました。作例はね、よく試写で、利用するね、イギリスのケントメア100を、使ってね、作例を撮ってきました。で、写りなんですけどね、もうね、期待通りの、もう、超高解像度ですね。ちょっとファインダーがね、ピントが合わせにくい感じでね、なんですか、なかなか、ピント合わせに時間はかかりましたけどね、あったところはすごかったです。でも逆光はね、このようにね、もう完全にフレアが広がりますね。もうコーティングは大したことないんでしょうね。順光専用になりますけど、このようにね、ボケも非常に自然ですし、まあ周辺部はちょっと流れるボケになってますけど、自然なボケになっておりますね。まあとにかくね、このレンズ、順光でね、なんていうんですか、解像度が高い写真を撮りたかったらね、なかなかだと思いますね。絞りがね、そんなに絞られてない状況でもピントが合ったところはね、バリバリに改造してます。いいレンズだと思いますね。まあちょっと1960年代序盤のレンズということで、コーティングはやっぱ知れてますから、逆光で撮るにはちょっときついレンズになりますけどね。で、価格がね、いくらだったのかちょっとね、記憶が残ってないんでわかりません。いくらだったんでしょうね。結構な値段はしたんじゃないかなと思いますね。一眼レフのね、走りの時期ですし、1962年発売ということでね、いくらぐらいだったのか、まあ、56年前ですかに発売されたということですね。いやー、このカメラなかなかね、面白いカメラでした。で、なぜレンズ、の、解像度が高いということで、素晴らしいね、写真を撮るとき、一遍もまあカラーではどうかな、コーティングが大したことないからカラーはもしかしたらカラーバランスが崩れるかもしれませんけど、まあ相場としてはね、やっぱ数が少ないということではっきりはわからないですし。最近ね、その転売屋さんがね、ヤフオクにバンバン入ってきてて、全体的にね、もう相場が分からなくなってきてます。むちゃくちゃな値段をね、転売屋さんがつけるんで、こんな値段でこのカメラ買わないよっていう値段をね、転売屋さんがバンバンつけるんで、もう相場っていうのはちんぷんかんぷんになっちゃって、相場ちょっと分かんないんです。僕の場合ね、情報収入源がね、収集源がヤフオクぐらいしかないんでね、カメラ店ってね、近所にはありませんからね。まぁ、ちょっと、まぁ、欲しい方ね、そんなに、どうだろうな、高いのかな。レンズ的には高いかもしれません。レンズ付きだと高いかもしれませんし、マウントが、コニカ AR マウントになる前のマウントなんで、ちょっと希少なレンズになるから、もし競ったら高くなるかもしれないですね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになります。ピンチヒッターで、キャノン FP はね、家に持って帰っちゃったみたいで、ピンチヒッターになりましたけど、まあ、綺麗なね、写真も撮れてますしね、いい感じだったと思います。はい、ここからはね、いつもの、作品投稿のコーナーになってまいります。視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。今日のトップバッターは、ハンドルネームジョージさんかな、から2枚ですね。タイトルがね、1枚目がね、植物は光が差す場所分かってる。2枚目はね、猫たちは日陰になる場所分かってるということで、ちょっと賭けでありますよね。機材がペトリ ESO と、フィルムがコダックゴールド200で撮られております。同じ生き物でも光が当たる場所を求めるものと光が当たらない場所を求めるもの、そう、相対性が面白いなと思って投稿しました。これ組写真でもね、いけるようなちょっと面白い、写真になりますね。猫は日向ぼっこのイメージだと思いますが、私が住んでるのは日本のほぼ南端、ここでは猫たちはみんなお気に入りの日陰の場所を持っていますということですね。なるほど、暑いんで日陰をね、好むと。
僕は犬飼ったことあるんですけど、犬はね一番涼しい場所をね求めるんで、夏場とかねクーラーの風が一番当たる場所にね、あの部屋の中で飼ってたんですけど、まあ写真なんですけど、ねこれあのペトリのカメラっていうのは基本的に、コーティングはそうでもないものが多いんですけど、これ強い光が当たってるところはやはりちょっとフレアになってってるかな。でも解像度はねあのすごくよくっていい写真になっています。特に2枚目の方はね猫の下半分が光が強くて上半分が光弱いんですけど、まああのフィルムネガフィルムのねあのラシチュードの広さも手伝ってねあの綺麗な感じで撮られておりますね。はい、ジョージさんありがとうございます。次はねドリームロコモーティブさんから3枚組写真ですね。タイトルがね消えゆく時、撮影場所がね江ノ島海岸ですね。江ノ島でぶらり旅、スナップをメインと思いコンデジでプラカメだけ持っていきましたということですね。カメラリコー CX3 ハイコントラストモノクロモードで撮影ということで、この3枚なんですけどもお見事ですね。特に1枚目の写真好きですね。このねもうあの消えゆく時ということで、あの波がねその足跡をねさらってこの瞬間を、捉えております。これはアートな写真になりますね。ドリームロコモティさんありがとうございます。次がねこれ鶴尾さんでいいのかな。鶴尾さんでいいのかな。鶴尾さんでいいやね。2枚投稿いただいてます。タイトルがね1枚目が1日の始まり朝、2枚目が、夏の暑い日ということですね。カメラがね1枚目がニコン D5600、レンズがニコール Q、CO と 200mmF4、D5600 にオールドレンズで撮られておりますね。で2枚目がねキャノン AL1、ニュー FD50mmF1.4、 フィルムがねラッキーニューシーガルかなこれ、の SHD100 だ、ラッキーニュー SHD100 ですね。で1枚目なんですけども、モノクロモードで撮られておるのかな。カメラ側で少しコントラストを高めているということですけど、これはなかなかの解像度、オールドレンズで撮っているとは思いません。反響のね相川行きで撮られておりますね。この電車がねその目そのなんていうんですか駅の構造物のすぐ上に来てるっていうのがねちょっと面白いですね。忙しい雰囲気が出ております。で2枚目の方なんですけど、かなり太陽がね直撃してレンズに直撃してフレアになっておりますけど、それがね夏の暑さを表現している、ということですね。もう目もくらむような暑さということですかね。はい、鶴尾さんありがとうございます。次はねハンドルネーム YUK さんですね。初めて投稿させていただきましたけどね、フィルムカメラジャンクカメラにのめり込んでおりますということですね。休みの日はジャンクカメラを探しながら都内を散歩して街角スナップを楽しんでます。いいですね。今回のカメラは父から譲り受けたもので子供の頃よりもよく撮影していたトリップ35です。秋葉原で撮影した1枚です。タイトルはバンテージ、カメラオリンパストリップ35、でフィルムがコダックカラープラス200ということですね。でこれ写真なんですけどね特に光はない写真になるんですけどもね、拡大してみるとこのバンテージ木に巻かれたバンテージがものすごいね解像度で描写されているのが分かります。トリップのレンズのね解像度が、よく分かる写真になりますね。はい、YUK さんありがとうございます。今日はここまでかな。もう一人か。ハンドルネームが、のりかずさんでいいのかな。3回目の投稿ですね。カメラがどんどん増えてしまってフィルムが最後まで取り上がらないうちに次のカメラにフィルムを装填してしまうので現像に出すところまでいかなくて困っています。僕と同じですよ。ということで今日のところはデジタル写真のみになります。タイトルが1枚目が秋、2枚目がね門ですね。ということでね、カメラニコン D3100、
AFSDXVR Zoom ニッコル55から200が1枚目、2枚目はね、カメラ同じ D3100 で、SIGMA 1750F2.8 ということですね。写真なんですけど、これ今年の写真ですかね。モミジがね、結構いい感じで、色づいておりますね。これなかなかの写真になってます。で、2枚目なんですけど、これ2枚目も好きですね。あの、門をね、完全に、露出アンダーになってもらいまして、門の向こうが見えております。でもこれね、2枚目の方はね、カラーネガで撮ったらね、門の内側のディテールが出たかもしれないですね。これネガフィルムを持っていきたかったとこですね。なかなかでした。はい、ありがとうございます。今日のね、動画ね、俺のカメラのコーナーとか、やったやっちまったのコーナーとか、その他のコーナーは、投稿がないのでお休みになります。秋も深まってまいりましてね、もみじの写真も登場しましたけど、皆さんね、どんな感じでしょうかね。今年はね、ちょっと秋早いみたいなんでね、去年のつもりでやってると、もう紅葉が、色あせたり散ってしまったりするということでね、ちょっと早めに計画を立てられた方がいいと思います。今ね、神奈川県のね、東名高速中井のパーキングに来てますけど、今ちょっとトイレ行ってきたんですけど、ものすごく寒くてびっくりしました。この調子でいくとね、さっさと紅葉が進んでしまうと思うんで、紅葉はね、ちょっと写真のね、醍醐味がね、あるような、まあ、一大イベントになりますんでね、お近くの紅葉を撮ってね、またいいのが撮れたらね、作品投稿のコーナーに出していただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。でね、次の動画なんですけど、もしかしたら家帰れないかもしれないんで、一応用意はしてあるんですよ。よっ、ちょっと重たいんだなこれが。これね、コンタックスの RTS ですね。よっ。でね、ちょっとひょんなことから仕入れたね、タムロン SP のね、高倍率ズーム35-210かな。35-210 だね。35-210 を、つけてね、コンタックス、これフリーマンさんからね、提供いただいたカメラですけど、コンタックス RTS で、写真撮ってまいりました。別にね、これアダブトールなんでね、いろんなカメラにつけれるんですけど、コンタックス RTS を使いたくて仕方がないこのカメラ本当ね、すごく感触がいいんでね、使いたくて仕方がないんでね、コンタックス RTS にね、つけてね、写真を撮ってきましたんでね、多分ね、その動画になっていくと思います。はい、今日の動画で、ね、もう救急車まで来ちゃったよ。もう、いろんな音が入ってしまってね、まあ、騒がしい動画になってしまいましたけど、まあ、高速道路特に透明でね、透明のパーキングで撮ってるんで、ね、やかましいの仕方がないから次回の動画ね、コンタックスの RTS が再び登場いたしますのでご期待くださいませ。最後まで見ていただいてありがとうございます。高評価コメントね、ぜひぜひお願いしますね。高評価はね、もうポチッと押すだけなんで、まあ、今にでも押してください。で、コメントの方ね、ちょっとコメント返しは相変わらず追いついておりませんが、コメント返しのね、ちょっとこちらも楽しみにしておりますし、コメントが入るとね、動画のね、シェアする率が上がっていくみたいなんで、ぜひ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 コメントお願いします。で、チャンネル登録者の方ね、さすがにちょっと勢い鈍ってまいりましたが、まだまだね、チャンネル登録者をね、増やしていこうと思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ次の動画までしばらくお待ちくださいませ。ごきげんよう。さようなら。